今回からスタートした新コーナー、教えてバイクス先生。バスケを頑張る子どもたちの悩みをバイクスが解決するぞ。初回の今日は久保田男子ミニバスケットボールクラブの子どもたち。みんなは何に悩んでいるのかな。僕はディフェンスの時に反応が遅くていつも抜かれてしまうので、オフェンスの動きをいち早く察知するにはどうすればよいですか。さあ教えて小沢先生。ディフェンスで抜かれないようにするには、自分がオフェンスだったらどうするかとか、やられたら嫌だなって思うところを意識して最初から守るようにすると、そこに来た時に一歩早く反応できるので、右利き左利きっていうのが分かるだけでもやっぱりどっちが得意かは、右に行くなっていう感じが自分で分かったらそっちに行きにくくするとか、そういう風にやっぱディフェンスは頭使ってディフェンスします。少しでもやりたいと思ったこと、まあ何でもチャレンジして、新しいことを何でもチャレンジすることが大切だと思います。さあ続いての質問は、僕は、自分がミスをしてしまった時どう切り替えをしていいのか分からないので、バイクスの選手はどうしていますか。教えて高畑先生。思いっきりミスしてほしいなと思います。誰しもミスするし、そのミスしたことで僕はそのミスを自分で感じてるってことは、次上手くなろうと思ってることだと思うので、思いっきりミスをして、その分次、思いっきり、そのミスを取り返しに行けばいいと思います。ミスしちゃったって思ったら、あ、いや俺上手くなれる、ミスしたってことは上手くなれるって思って切り替えてほしいなと。一番大事なのはやっぱ楽しむことが大事だと思うので、今の小学生たち、上手くなるためにいっぱい失敗して、その分楽しんでほしいなと思います。